Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. Takuji to aruku 25分。住吉の交差点にやってきました。ここから直角に南の方に行きましたら、はい、いわゆるあの箕島商店街の方に行きますね。だからね、私このエリアにわざわざ買いに来るのは、はい、ホルモン、ほう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 、有名なあのホルモンセンターとか、ね、そこ今通りましたよ ね、はい、でね、途中で出てくるかどうか分かんないんですけどね、あの自動販売機もありまして、ホルモンの、そう、面白いですよ。あ、これ面白いな。面白い。自動販売機ですね。白い。ほほ肉の赤ワイン煮込み、手包み冷凍餃子、それからホルモン焼き、パック詰め。はあ。行きましょう行きましょう。次は。放送ジャックされました。いやいや、ああいう感じの小学生が昔はいたんですよ。行き先も目的も決めず、坂口拓司さんの気の向くままに歩く25分間、拓司と歩く25分。何を見つけ、何を話し、誰と出会うんでしょう。さあ、今朝も拓司さんのお散歩について行ってみましょう。Tokyo Music Lab music trivia you can use starting tomorrow. Kate, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it. おはようございます。坂口拓司です。お供します。勝木かなです。今日は福岡市博多区の住吉三丁目の住吉神社前におります。福岡市の市道の博多駅草ヶ谷線、通称あの住吉通りに接する、住吉神社の南門の前です。はい。ここから今日はですね、通称、城南線西向きに歩きまして、はい、箕島商店街を目指します。あ、そうですか。もう年末ですからね。そうですね。歩きます。筑前の国一宮の住吉神社、ここはあの心身の正常とかですね、災いから身を守る神様として、はい、昔から信仰されております。の航海とか、海上の守護神として数形を集めておりますね、はい。歴史で言えばおよそ1800年以上歴史がありました。全国におよそ2200ほどあります住吉神社の最初の神社というふうに言われてまして。え、そうなんですか。うん、大阪 の、 あの住吉大社でしょ。それから下関にあります住吉神社、はい、で福岡の住吉神社が日本三大住吉というふうに言われてます。あ、そうなんですか。はい、城南線西に向かって今歩いておりますけれども、はい、はい、車の数はそう多くはありませんね。師走って感じじゃないんですけれども、まだそうですね、うん、ただあの時折白バイが割と目立つっていうんで、あの警察官の皆さんは、うん、熱心にっていうか活発に動いているなっていうのが伺えるところであります。はい、100メートルほどもう歩いてきましたでしょうか。住吉のバス停の横を今通り過ぎているところであります。すごいですね。バスが1台2台3台4台5台連なってますよ。私ね、あの最初福岡来ました時にバスがつながってる電車みたいにバスが連なってるんで、うわー街だというふうに、はい、昔の岩手屋の新館前で思ったもんですけれども、
はい、住吉の交差点にやってきました。ここから直角に南の方に行きましたら、はい、いわゆるあの美濃島商店街の方に行きますね。この辺はね、面白いエリアでありまして、まあ行き筋の方がね、住んでらっしゃったりもしますんで、はい、三味線のお店とかね、和楽器のお店とかが、ほらほら三味線こと、あ、本当だ、万葉儀、うん、専門店ですよ、交差点渡ったところに、ね、もう相当古いですよ。早稲田屋さんって書いてありますけど、はい、そうですね、バスが目の前に止まりました。すごいね、すごいですね、6台連続、すごいね、7台目も来てます、7台目も、あ、青になりました、緑地に白く、ペイントされました聖華女子高等学校150メートル先っていう標識も見えてまいりました。聖華女子校、もう今ね共学が私学は多いんですけれども、女性だけですから、はい、素晴らしいですよね。この前もあのマーチングバンドのコンテスト金賞取りました、ね、名門ですもんね。もう、その前にあの吹奏楽部がまた座る方のあの大会でも金賞取りまして、すごいですね。徳次さんあれですよね、学生の頃はやっておりました、ガラスバンドやってたから、もうヘタピーでねピー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 言っておりましたけど、ここはもう名門でございますよ。入ってきました、そうです、なんか一気に渋い通りになりますね。渋い通りでしょ、うん、渡辺通りに RKB 毎日放送があった頃はよくこの辺りも歩いておりましたし、騒いでおりました。ちっちゃいなんか飲み屋さんがいっぱいあ、そうなんですね、あ、すごい、本当に小規模なんですけれども、なかなか面白いお店もありますよ。ラーメンの名店とかもね、夜になりましたらあるところですけれども、今、美濃島の通りを歩いております、住吉通りの住吉交差点から左南向きに曲がって今美濃島商店街に向かっております、商店街もね年末も使う近いんで、まあ、迎春準備なんていうのをされてるのかもしれませんが、質屋さんもありまして、まあ、昔ながらの町並みっていうのがよくわかります。はい、路上駐車も結構あります。ありますね、だからこう人の営みがそのまんま続いている感じしますね。なんか生活感ありますもんね、すごく。あの、私田舎育ちなんで、はい、こんな感じの方が落ち着くんですよ。あ、確かになんかでも住むならこういう人気のあるところがいいですよね。そう、だから道幅もあまり広くありませんので、センターラインがないでしょ、ここ。ないですね、けど一方通行じゃないんですよ。だからあの九州の言葉ですか、離合っていうかきちんとあのすれ違いながら走らないといけないっていうエリアになっております。うわー、おうどん屋さん美味しそう。あー、このね、博多弁でいるところのスメスープの香りがしていますよね。いい香りですね。あー、いい香りです。今日はあのあまり描写するものもありませんで、もう雑談するだけになっておりますけれどもお許しいただければと思いますね。ああ、昔ながらの美容室、どうしたんでしょうか、開いておりませんね。まあ、あのいわゆる行き筋空いてるところは夕方からとかね多いんです。だからね、私このエリアにわざわざ買いに来るのは、はい、ホルモン、ほう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 、ホルモンは流通がこう決まってたりするんで、有名なあのホルモンセンターとか、ね、そこ今通りましたよね、はい、でね、途中で出てくるかどうか分かんないんですけどね、あの自動販売機もありまして、ホルモンの、そう、へえ、面白いですよ、ホルモンの自動販売機。今ね、自動販売機面白くって、この前たまたま見つけたのはハムソーセージの自動販売機がありました、だからあの北部九州はまあ新たななんかビジネスがね、静かにこう広まっているのかもしれませんですね。あの餃子の無人店舗とか冷凍餃子のね、まあ、もう増えました。町の治安がいい証拠ですね。あ、そうですね、現金を中に入れてくださいっていう、あの防犯カメラが狙って撮影をされてるんですけれども、たまにのどかなところにいたら野菜の無人販売で木箱にこれ入れてくださいお気持ち入れてくださいはありますけど、ありましたね。
そういやこの前あの、RKB 毎日放送のロビーで野菜を買いました。新鮮です、ね、激安の野菜を一袋100円の野菜でしたけども、インサイドマルシェじゃなかった、ね、あインサイドマルシェです。そうですよね。そうです。あ朝野菜を取りすぎたんでちょっと遅刻しますという始まり方で、はい、いいなと思いましたね。すごい熱を入れてなんか収穫したんで遅れますとかなって9時45分からスタートしたっていう、あっという間に売れましたね、おかげさまで。あれもあそうなんですね、うん、美味しいございましたよ。水菜も新鮮でね、まだ着きませんね、美濃島商店街。まあ、最近はあの一周回って、昭和レトロというか、うん、昭和を懐かしむというか知らない世代から昭和が支持されてまして、はい、物珍しいこともあってこの商店街若者が結構最近来始めているという、昭和30年代の建築物のような木造の建築物がまだたくさん残ってたり、はいはい、昭和のあのコンビニとでも言うんでしょうか、あの洗剤とかお菓子とか調味料とか売られているようなよろず屋さんがまだ健在であったりですね、対面販売の八百屋さんとか魚屋さんがまだある。それから今目の前通ってますけれども写真屋さん美濃島カメラさん、今少なくなってるでしょ。いや今デジカメですから現像するなんてことがほとんどないですよ。焼き増しとかね写真しなくなりましたんで、まだあるんですよ。そういうその個人商店のお肉屋さんとかお魚屋さんが元気に営業している商店街だからまあ人気があるんでしょうね。活気がありますからね。美濃島どういうふうな字を書くかと言いますと、美しい野原のの、島はアイランドの島と書きまして美濃島、1丁目から4丁目まである地域です。 JR 博多駅からおよそ 1.3km ぐらいしか離れてません。通称あの100年橋通りが東西に走って100年橋と美濃島2丁目のバス停があって、それからあの、通称国鉄通りの道路がですね南北に走って、美濃島1丁目それから美濃島3丁目、パナソニック前っていうバス停があります。さあ来ました。ここですか。角屋な食堂角屋、はい、これはもうアイスクリーンが夏場有名ですよね。あ、やってるやってる。ここからです。美味しそう。およそ50店舗あるのが美濃島、今1丁目の12番地のですね角屋という食堂のところから左に曲がりました。左に曲がりました、はい、まあね、シャッターが降りているところもあるんですけれども商いもしてらっしゃいまして、これは用品店、婦人服、そうですね、もう気取りがないお値段も高くない、何かトラブルがあった時にもう駆け込めるような感じのところですよね。はい、で民家もあって、自販機、自販機、噂の噂のこれは奴隷門とか12月8日から冷凍食品を販売するという予告です。はい、あこれは面白いな。面白い他店舗のコラボのこれは自動販売機ですね。白い頬肉の赤ワイン煮込み、手包み冷凍餃子、まあホルモン餃子ですね、はい、それからホルモン焼き天使のホルモンというあの冷凍のホルモンのパック詰め、はあ、だから放送されてるこれ皆さんにお聞きいただいてるくらいにはもう商品入ってるんじゃないですか。そうですね、12月8日から販売予定って書いてある。そうですね。山盛りの野菜。八百屋。いやー、特売グリーンボール、キャベツが一玉100円。安い。グラム測らずに、もう一玉単位で売るっていう。すごいですよね。そう、欲張って買っちゃうんですけど、重いんですよね、帰りがね。ハーフカットとかじゃないと、最近は買ってませんからね。はい、ここが一応、端のようなところですね。
向こう側にもありますから、向こう側にも行ってみますか。行ってみましょう。はい、吉田シェーカーっていう、これはあフルーツサンド、うわーケーキのようなものも売られてまして、うわあね、美味しそうですよね。なんかあれですね、若いお店とこう、うん、昔からやってるよっていうお店がこうね混在してますね、本当に、はい、こちらは吉田製菓さんですね。焼き芋始めました、はい、されますね焼き芋、あの焼き芋はホクホクタイプが好きですか、ねっとりタイプが好きですか。もうねっちょり。あ、ねっとりね、最近流行ってますね、ねっとりがね。タフジさんどっちですか。いやいや、どちらでもいいですどちらでもあるならね、とりあえず手を挙げて食べるタイプですから。いやー、昔はホクホクしかなかったんですけど、ねっとりはね出始めましたね。ブランドで言えば何だろうね、島の名前、安納芋もね、はい、安納芋ブーム以来ですよね、はい、増えました。再び U ターンして角屋さんのところから今度は反対側に行きます。ここはあの信号が点灯信号しかありませんので気をつけて渡らないといけませんけれども、さあ、小松屋さんというこれまた地域の化粧品屋さん。いやー、駆け込み寺ですよ、女性にとっては。昔はね、あの資生堂の花椿会っていうのが一大チェーンでありまして、へ、もうあのうちの死にました母親とか入り浸っておりましたけどもね言い方、死にましたじゃない、ね、もうね、もう女の園でしたよね。次から次に買っておりましたよね、美容部員さんが中にいてね。あ、そうそうそう、仲良くってね、そうそう、あのストレス解消の場にもなってるっていう。また青果店ですよ、すごい。ここもだからライバルが近いところにいるから、あ、変な価格はつけられないっていうことで、これは大変なんですね。だから値付けもおそらくは福岡市で1、2を争うぐらい安いんじゃないですか。100円だったのに86円。え、インサイトマルシェで結構安いと思って買ったものよりもさらに安い。びっくりする。で、大根こんな20センチ30センチあるのに50円ですよ。え、ちょっと待ってください、これ40センチぐらいありますよ。あります、あります。身のところでは30センチオーバーあるのにこれで50円。はあ、例えば今年は割とあの白菜とかが豊作なんですけれども、うん、秋以降、うん、安いんですが、それでもすごいよね。もう一段階安いですよね、田中鮮魚店。なんか福岡の真ん中にいてもこんなにやっぱり安いところあるのは嬉しいですね、はい、あのね、面白い商いの仕方もされておりまして、例えば、インターネットを利用してお店の在庫を天井からのカメラに映してそれをライブカメラで撮って、例えば在庫が、例えば魚屋さんだとしますよ、はい、タイが1尾に、あとサンマが1尾に、サバが1尾しかないとかいうのをインターネットで知らせている魚屋さんとかがあるんです。すごい。このエリアはだからお年寄りが経営しているだけじゃなくて若者の経営しているところがそうなんですよね。いや、これはもう立ち止まっちゃいますね、全然進まない。すごいですね。え、あのお惣菜屋さんなんですけれども、はあ、このなんていうんでしょうか、そのディスプレイの仕方、うん、値札というか、うん、プレートというか、うん、その出し方が今風のポップ仕立てになってるから、うん、なんかどれも目が止まってしまいますよね、うん、だってそこ小窓からあの働いてらっしゃる方いますけど、ああ、調理してらっしゃる現場がね、すりガラスと透明ガラス越しに見えまして、これなんか非常に安全安心な感じしますよね、うん、でもテナントというかこうお店自体は古いですよ。ああ、いやいや、ラジオです、ね、ラジオ、うん、ごめんね、はい、カメラがないんだ、はい、天ぷら専門店、これ美濃島天ぷらさん、すごいですね、うん、まあそういうものね、うん、気をつけて帰ってね、はい、どうもありがとう、はい、ラジオね、ラジオはラジオ、一緒に帰ろうかもうすごいね、昔はラジオって知らない、知らない、知ってる、あのお家帰ってね、お父さんお母さんにちょっと聞いてほしいです。知らない、知らない、お父さんお母さん、だってお父さんお母さん中国人。ああ、そうか、多分ね、分かると思うよ。知らない、知らない、知ってる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 、中国にもあるもんだってラジオ、え、でも
え、聞いてもらった絶対知りませんというようなですね、まだいわゆる昭和の小学生パワフルながまだここの辺りはいるわけですよ。すごいね、ずっとついてきてくれてる。いやいや、なかなかね最近は人懐っこさというか、けれんみがない感じ。いや、す絶対知りません行きましょう行きましょう次はじゃあね、はい、バイバイ。いや、すごいね、やばい、放送ジャックされました。いやいや、ああいう感じの小学生が昔はいたんですよ、ね、だからこう、小そう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 、三ノ島にはまだいるということですよ。はい、帰りなっせ。いや、もうね、博多は捨てたもんじゃないっていうか、まだまだ、ね、あのパワフルっていうか、あ、おかえりっていう風に魚屋さん、あ、八百屋さんからね声かけてくれました。そうですね、町の皆さんがお子さんを育てるっていうのはよくわかりますね。通学路だったら安心だな、やっぱり。そうそう、不審者からねもう声をかける。安心ですね。そうそうもうそれをネタに喋るしかないだろう、おじさん。さよなら。元気よくね、変なおじさんから声かけられてもついていかないように。はい、そうですね。例えばここおにぎりね専門店、リオ美濃島さんの隣にある米一粒の力っていう屋号でしょうけども、だから、お米からこだわって作ってらっしゃるっていうですね、これが飽きないとして、だから繁華街じゃないところでも成立するっていうエリアっていうのがすごいですよね。そうですよね、うん、だからコンビニエンスストアよりも美味しいおにぎりを作ってらっしゃるから、多分常連の方がついて、商売できてるっていうところですよね。すごいですね。いや、久しぶりに私美濃島の商店街やってきましたけれども、もうあのパワーは衰えてなかったと思いますね。そうこうしているうちに、福岡美濃島郵便局まで、ついてしまいました。これ住むのはね、子育てするのはこの辺りはいいよ。あ、だからマンションと戸建てと、うん、どっちもありますもんね。そうですね、ちょっと歩いたらあの JR 博多駅のところのにぎわいがあるわけで、いい距離感じゃないかなと思いますね。歩くと博多駅までどれくらいなんですか。 1.23 キロでしょうから15分ぐらいじゃないですかね。すごいいいところだと再認識しましたね、美濃島連合商店街通り、はい、今日は歩く25分でお邪魔しました。はい、はい、まだですね、30秒ありますけど。30秒ありますか、うん、戻りましょうか、戻りましょうか。あ、だからあの小学生で撹乱されましたねお父さんとお母さんが中国の方っていうのはね、すごいあの個人情報まで出てきましたけど、タクジはあの困っておりましたね。そうそう、あのね、子供はね、あの弱いよね。あ、そうなんですか、うん、もう邪魔できないしね、変なことできないからもうだってもう大人は多少のこと言ってももうガンガン言ってもトラブルになりませんけど、お子さん絡みになるとねちょっと怖い部分もあります。はい、タクジさんも静かにマイク渡してましたね、取られてはい、じゃあ、距離を見てみます。はい、歩数は1846歩、1846、はい、うん、で距離にして 1.2 キロです。 1.2 キロ、はい、だから今日歩いたぐらいの感じがでもう博多駅まで着くという。はい、今日は歩く25分美濃島商店街をお邪魔しました。9時と歩く25分。今日はここまで。来週はどこを歩くんでしょうね。今日も皆さんにとって気持ちのいい一日になりますように。ではまた来週。Tokyo Music Lab Music Trivia you can use starting tomorrow. Kay, do you know Aerosmith? Of course I know. Do you know the name of the vocalist? Do you know why it's so acclaimed musically? Oh! Did you know that they love Japanese taiyaki and eat it before concerts? What? Regular distribution every Monday and Thursday and chat session Tokyo Backstage every Saturday. Search for Tokyo Music Lab in your podcast app. Don't miss it.